古代エジプトの神殿を、見てまいりました、いろんな角度から、見ていきますとですね、神殿そのものが一つの教えるシステムではないかというふうな研究者は、最近結構おります。シリウスとの関係はどうなっているのでしょうか。古代エジプトとシリウスの関係、それとどう考えても彼らの神殿は、宗教でもって神々を、崇める場所だけではなく、心理学、哲学、科学、建築学、精神性の高いモニュメントとして我々に残されたわけですね。しかし何を言わんとするのかは大変分かりにくいわけです。特に、私たちが訪れた神殿の中でルクソールの大神殿はある特殊的な目的でもって、作り上げられた、500年間でもって作り上げられた神殿ですね。その神殿の別名は、The Temple of Man、人類を、人格を、人を表す神殿ではないか。そこで今見ていますように、この神殿は人の骨格を表しているのではないか。以前少し触れました。でもこれが精子ではないでしょうかという疑いが浮かびました。え、精子まで分かりましたでしょうか。生殖機能全部理解したのでしょうか。それと脳の構造について、消化体について分かったでしょうと思います。